受験ってそんなに甘くないから、そういう人たちに喝を入れたいと思いますよ。測りなさい時間を。受かり方が分からないって人は多すぎますね。で始まりました、もちゃちゃんです。さあ今回はですね、甘すぎる、まだまだ甘すぎる、そんな勉強でいいのかっていうのをお伝えしたいかなと思いますね。この動画が出ている頃には9月の後半だと思うので、どうですか、大学受験に向けて勉強進んでますか、受験生。いやー、やっぱりね、いろいろと、まあ一人一人を見る機会だったりとか、まあ予備校で見たりとか、まあ今いろんなね、講演とか行ったりして、地方の人たちも見る機会があったりするんですけど、やっぱりね、甘い甘すぎるよ。受験ってそんなに甘くないから、なんかわかんないんだろうね。ぼんやりしてる。自分の目指すものもよくわかってないし、勉強してできるようになってんのかな、よくわかんないなっていう、ぼんやりしてる人が多すぎる。だ、ちょっとね、そういう人たちに喝を入れたいと思いますよ。まあ、まずね、言いたいのは、マジで勉強してる時間少なすぎ。受験生でしょ？そんなに少ない勉強時間で、マジで志望校に行けると思ってるんですか？いつも言うんですけど、それ、志望校が志望校になるんですよ。ね、なんかありましたね。志望校が母校になるとかっていうフレーズあったと思いますけど、志望校が志望校になるですよ、そんなんじゃ。マジで。全然ダメ。勉強時間少なすぎだよ。風呂入ってる。まあ風呂も入ってられない。シャワー浴びてる。時間以外はずっと勉強してるっていうようなものになってなきゃいけないです。まあそうなってたらこの動画見てないか。マジで勉強時間足りてないよ。そういう人が多すぎる。多少は睡眠時間も削るのも考えた方がいいよ。例えばね、まあ坂上さん、受験生版タイガーファンディングで撮ったわけじゃないですか。そこで多くの人がね、うわ、全然ダメじゃん。こんなんダメだよ。もう単なる学歴コンプレックスで、どうせこんなんじゃ早稲田なんかいけないよってね、言ってる。まあ今、この動画が出る頃に多分1ヶ月か1ヶ月弱ぐらいの段階だと思うんですけど、まあ毎日自習室ちゃんと来てるって聞きますよ。校舎が開く時間から校舎が閉じる時間まで必ずずっといるって聞いてるんで、違ってたら許さんぞ。そういうことですよ。まあまだ1ヶ月ぐらいだから、すごくできるようになってるとは思ってないですよ。あんな共通テストの英語の点あんなに低いわけですから、ちょっと他教科わかんないですけど、小論文もやったことないんでしょ？それで、たかだか1ヶ月ですごいできるようになるなんて全く思ってないですよ。ただ、その1ヶ月1ヶ月弱を毎日実習室いるわけでしょ？ 9 時間とかやってるわけでしょ？で、さらには当然家でも勉強してるわけだから、当然10何時間やってるはずなんですよ。やってなかったら許さんぞ。で、そういうことです。やってます？それぐらい。なんかいろいろ言い訳して10時間とかできないってなっちゃってないですか？まあこれは別に大学受験だけじゃないかもしれないですけど、忙しいとかですね。そういう理由をつけて勉強時間少なくなってないですか？そもそも坂上さんにこんなやつ無理だとか言って、同じ早稲田を目指してて恥ずかしいとか言ってる人たちね、取れてます？それぐらい時間。学校がどうたらって言い訳して、別にいいですよ。学校の授業を受けてて、その後の時間全部勉強に当てられてますか？なんかリラックスする時間は重要だとかっていうのにかっこつけて勉強時間削ってないですか？どうすりゃいいんですかってね、言うんですけど、測りなさい時間を。どれだけ勉強したか測ってみなさい。で、いつも言うのは、勉強した時間を測るか、もしくは勉強してない時間を測ってください。そうすると、あれ、まだこんだけしかやってないとか、あれ、こんなに勉強してない時間あるんだ一日のうちにって気づくはずなんですよ。もっと時間を取ってください。どうせ直前期に、もっと勉強しておけばよかったってなるわけですよ。そうならないために今からやんなさい。すぐに始めなさい。なんか効率のいい勉強法はとかですね。それ大事ですよ。もちろん効率を求めることは大事だけど、量がとにかく足りてない人が多すぎる。そんなんで受かろうと思ったら大間違いです。そんな甘すぎるわけですよ。悩んでる暇があったら、just do it ですね。これ just do it。まあこれ安越先生もいつでもね、そうやって悩んでる時間が一番もったいない。悩んでる暇があったらやりなさい、勉強を。まず、量が足らない。これを本当に口を酸っぱくしていたい。そして次、志望校。早く決めなさい。ぼんやり。この辺かなとかってね、あの大学群って考えてる人たち、早慶かな、マーチかな、日東駒線かなとか、志望校決まんないと、目標決まんないわけで、そこへの道筋立てらんないじゃん。何勉強していっていいかが分かんないじゃん。決めなきゃ、ビジョンがぼんやりしてたら、目指す志望校までの道のりも、道筋も分かんないし、しかもモチベーションにもめちゃくちゃ影響する。この大学のこの学部に行くんだっていうイメージとか持っておかないと、受験って大変ですよ。そんなに長くできるもんじゃない。毎日毎日長時間何ヶ月も勉強するって簡単なことではないですから、
そういった意識を持ってやってください。これめちゃくちゃ大事です。これができないと本当に大変なことになります。だからそのぼんやりから卒業してください、早く。まあ、現役生が特にねそうですからね。うん、とりあえずこれぐらいいけんじゃないかな、頑張れば。甘い。なんかね、もうマーチだったらとりあえず勉強していけば、まあこのままやっていけばいけんじゃないかな。無理ですよ。だってマーチ行きたいっていう人でも一生懸命毎日毎日、もう4月からもしくはもうね前の学年からやってる人たちだっていっぱいいるわけで、それでもなかなか届かないとかね。早慶の勉強一生懸命やって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 、それで早慶に手届かなかったけどなんとかマーチは受かったとかっていう人がいっぱいいたりするわけですよ。だから志望校決めましょう。志望学部決めましょう。どういう問題が出るのか知りましょう。大事で、志望校決めたらそこに受かるための情報集めましょう。本当にまあ地方行くこともあるんで分かるんですけど、受かり方が分からないって人が多すぎますね。ちゃんと情報を得ましょう。まあ、もちろんね、塾や予備校通ってるんだったらそこでね情報を得ることもいいことですし、でそういうところに通ってないっていうんだったら、まあネット上にいっぱい情報があるんで、そういう情報を得ましょう。本当にだって配点も知らないとかね、合格点も知らない、平均点も知らない、試験時間も知らないとかね、本当にそういう人が多すぎるんです。そこからだって逆算していかなきゃいけないわけだからさ、そのゴールをで知ってから逆算していくわけで、情報を手に入れましょう。で、情報を手に入れるためには先ほど言ったようにゴールを知らなきゃいけない。自分の実力知らなきゃいけない。その実力を知るのが、まあ、最近は大変になってるんで、センター試験のねマーク模試みたいなのがなくなっちゃったから、今や共通テスト模試だから、自分の文法語法の力とかね分かんないから、まあ記述模試とかでね見なきゃいけないんだけど、でも次第の文系だから別に記述はできなくていいやみたいになっちゃってる人も多い非常に難しいというか、自分の力を判定するのが難しいだけど、ただね、模試はね他に敵がたくさんいるっていうのを知るのにとってもいいことです。もちろん間違ったところをね復習してもう間違えないようにするとか、そういう自分の弱点を知るとか、いろんなねもちろん利点はあるんですけど、自分のその狭い世界だけじゃないんだ、私は全国大会に出て戦うんだっていう意識を持ってくださいね。これよく言うけど、自分の高校だけが世界になってる人って多すぎるんですよ。違うんですよ。あなたが戦うのは全国の強者たちです。あなたが見たこともない、行ったこともない、聞いたこともない学校の人たちと戦うわけです。そこの学校ではどういう指導が行われていて、どういう環境なのかも全く分かんない。そこにいるたくさんの強者たちと戦わなきゃいけないんです。だから模試の結果とか見て、ただただまあ何位だとか判定なんだとかね、いうので一喜一憂するんじゃなくて、あ、こんなに受けるかもしれない人がいっぱいいるんだな、ここを志望校に書いてる人こんなにいるんだなって思ってください。で、しかも、その模試なんて全員が受けるわけじゃないですから、人気校をね、志望校に書いてる人であればもっといるんだと思ってくださいね。あとはまあ赤本とかでもいいですし、受験者数とか見てください。そこで知ってください。全然数違うと思ってね。このちっちゃい空間の中で、自分の高校で何位とかで天狗になってたけど、こんなにたくさんの人と戦わなきゃいけないんだっていう風に思ってください。全国大会です。全然違う。なんとなく勉強してりゃいいかなとかっていう人が勝ち抜けるようなものではありません。もちろん他の物事に比べて努力は報われやすいですから、勉強っていうのはね。スポーツで全国一位になるとか、アイドルになるとかね、俳優になるとか、まあ、なるのは簡単か。売れっ子のアイドルとか売れっ子の俳優になるとかっていうのと比べたら、よっぽどいい大学に受かる方が簡単です。ただ全国大会そんな甘くない。ちゃんと、はい、勉強時間見直してください。志望校志望学部決めてますか？そこまでの道のりが分かってますか？自分が全国大会で戦うっていう意識持ってますか？そういう意識を持って受験に臨んでください。はい、これが皆様への今伝えたいメッセージです。その勉強じゃ足りないと思ってですね。まあ坂上さんをいい刺激にしてください。そうか、毎日10時間以上勉強してんだ、負けらんねえっていう風に思って皆さんも挑んでください。はい、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.